非常にこれは何も我々の本心じゃない。ただ今は人手が本当に足りないんだ。理解しそうですよ。だからこそ話し合いが必要なんです。おーい、トーマー、何かあったのか君たちか。ちょうど君たちが稲妻に残した影響について話していたんだ。いや。 以前は柊さんの手紙を送り届けてくれてありがとうお二方のご友人でしたか僕は九条家の次男である鎌地様の付き人です一平っ,って呼んでくださいああこれまでの三奉行の仕事は将軍様のために情報を集め指示された任務を執行することだっただけど近頃 将軍様が西洋を告げられ誰にも会わないようにしているんだつまりもう俺たちの代わりに物事の判断をしてくれる人がいないってわけさ将軍様に心の整理をする時間が必要なのはもちろん理解しているだけど時期を同じくして稲妻外海で雷が荒れ狂い始めたのも事実なんだその通り長きにわたり 雷の規模や形態に変化が起きたことは一度もなかったけど現在それらが稲妻の島々に近づきつつあるみたいなんだうえそれって将軍に今稲妻を滅ぼそうとしている意思があるってことかそれともオイラたちに復讐をそうだぞそれにオイラたちに復讐したかったら普通の雷でも全然十分だし。 え、<laughs> それも怖いって <laughs> そこは安心してくれ俺たちが心配しているのは将軍様なんだ今まであのお方の意志が揺らいだことなんて見たことなかったからねそれにリーユへの神が近頃去ったことを思うとどうもいい兆しには思えない雷が荒れ狂うのは将軍様の体に何か起きたからだと考える人も多い 誰にも会わないのは悪い影響を拡大させないためだとかなんとかだから変な噂が広がる前にお嬢に頼まれて天領奉行と対策を練っていたところなんだもし混乱が起きた時に対処できるようにねしかしそうは言っても天領奉行の内部は今非常に不安定な状態なんだ他の家紋に対して 九条家の制御が効かなくなくってるどうしてそんなことになったの九条家がファディウと結託し稲妻を破滅に追い込んでしまった今は将軍様の裁きを待っている最中だただ将軍様からの命が下されていないだけでヘ領奉行の人間が交代することは皆が分かりきったこと簡単に言えば配下はもう命令を聞いてくれないのに。 仕事は同じようにやらなきゃいけないってことだね坂行様の体がまだお元気であれば何か方法もあったのではと思いますが今はあの時真相を見抜けず父を止めることもできなかったそして父の代わりに当主の仕事をやってる今もなお内乱を鎮めることができていないそんなことをおっしゃらずにカマ様元気を出してください 少なくとも若旦那が戻ってくるまで耐えなければいけません今の九条家にはもう多発な変化にさえ対応する力がないんですからああそれもそうだな兄さんも今切羽詰まってる状態だ迷惑はかけられないそれじゃあトーマ先ほどのことはまた後日話そう僕は今から高塚家の当主高塚進に会いに行ってああ分かった 今後のためにも早く天領奉行内部のことを解決しておいてくれでは僕もお供しますいや僕一人でいいえっそうですか <laughs> でも雷のことも天領奉行のこともあとはといえば全部将軍が急に生育このまま話を進めても。 ビビクビクするだけで解決しないと思うぞえそんなことできるわからない。でも、試してみる価値はあると思うぞ。出てきなんとか糸口が見つかったみたいだね。じゃあ、君たちにお願いしてもいいかなみんな、将軍様のことを心配しているんだ。もしあのお方に会えれば、いらぬ噂も自然と消え去ることだろう。ありがとう。 また君に借りができたねこんな状況で将軍に会えるかもしれない人ってあいつしかいないよなじゃあさっそくなるかみよよもや休憩時に神社の貴賓を迎えるとはなわらわに会いに来てくれたのか いくらなんでも冷たすぎるのではないかわらわは何の命。まあそれが何の魅力の一つでもあるがな。言ってみるがいい。何を聞きたいんじゃ最近将軍が西洋を取ってるって聞いたん噂によると雷は将軍の意思と関係が。はあ。まあ何らになら隠す必要はないじゃろう。将軍様はあの戦いの後。 心がえ将軍様の力は日々衰えておる何時があの時強く打ち過ぎたせいじゃなあやつにとって敗北は何よりも重い一撃それにこの前わらわが会いに行った時うっかり三色団子と娯楽小説を忘れてしまってなあわらわの旧友よ 甘味を食べながら娯楽小説を読むことができず心が乱れて泣きわめいてしまうとはしくしくかわいそそんなことで泣きわめく神がいるか <laughs> 仕方ないじゃろわらわからすればなんじらの心配はわらわの嘘と同じように無意味なもののように聞こえる。 あれは永遠を求めるエイじゃぞ凡人の命などあやつからすれば主流に過ぎぬってことは無事なんだ詳しい状況はわらわも知らぬ西洋したいと言っておったじゃが雷の剣はわらわも耳にしておるあやつの意志に変化が起きたという点についてはいささかありえないことでもないじゃ西洋中に会えるのは稲妻でもわじゃが なぜわらわがなんじらの手助けをせねばならぬのじゃうきよのすべてをとっくに見飽きたわらわの心を一体何で動かそうと <laughs> その答えひにこれは通行証じゃ門番の奥詰め集に見せれば中に通してもらえるじゃろありがとうみこさっきの質問は冗談じゃったが あのよそうじゃ通行証も後でわらわに返すんじゃぞあなたたちどうやって入ってきたのですか無断でこの地に入る者は直ちに排除します。 りしただろうここに入ったのも正当な手段を使ってだぞいけません武力行使は禁則事項でしたとにかくお帰りを私の西洋を邪魔しないでください知る必要はありませんこれが私の西洋時の状態ですうん なんかちょっと変じゃないか好みに休息は必要ありませんしかし私はあくまでも内なる者の,の協力者ってことは栄誉、えー、でもなんでだろうたとえ将軍が外で活動してても一心浄土には影響しないはずだろうあんなに大きな庭園もあるんだし。 栄養にぴったりな環境じゃないか彼女の願いですそれ以外言うことはありません今の私が外へ行ってもジムを処理しないのもそれをすることができないからですんどういうことだすべ <laughs> て禁足事項ですう,う どうしよう全く会話が進むあなたたちでしたかお久しぶりです将軍は今都合が悪いので急にオイラちを中に引き入れるなよびっくりしたぞあら何を慌てているのですか 外の将軍は壊れちゃったのか従理しないとダメなんじゃないかその心配は必要ありませんあれは私の意志です将今の将軍は事務も処理できず私として振る舞うこともできませんです言ったはずです稲妻の永遠についてもう一度よく考える必要があると そして私が考えを終えるまでの間元となる規則にのっとって動く将軍が間違いを起こしてはなりませんあ将軍にスイッチみたいなものはないのかありません想像した時は停止することを考慮していませんでしたのでそれに当時の私は 未来の私が将軍の運行規則を変える可能性があると考えた上にそのようなことは永遠にふさわしくないと思ったのですそのため予期せぬ事態に対する保険として将軍は規則終戦に対して非常に完璧な防御機能を備えています私にとって人形の規則を直接変えるよりも 永遠の形についての考えが終わるまでいくつかの機能を一時的に停止する方が効率的なんですということかじゃあ稲妻外海の雷が荒れ狂ってるのは東軍の機能がいくつか停止したからなんだな雷が荒れ狂うそれは初耳ですねえ知らなかったのか 実はなるほど外界の雷がそのようなことに厄介な状況なのか捜査の手違いでそういうこともあるんです後で私が将軍をそんな目で見ないでくださいこういった捜査は今までにやったことがないんです <laughs> 将軍の声 <laughs> これは言い訳ではありませんよええ 事実を言っているだけです <laughs> 大丈夫気にするないいえ進むべき方向は見つけたのですがしかしそれほど急ぐ必要はありません慎重さを欠いて結論をせえてしまっては本末転倒ですので みんな将軍の元気な姿を見れば外で噂されてる憶測とかもなくなると思うぞそれに場所を変えて気分転換すれば新しい考えが思いつくかもしれない私にこの一心浄土を離れろと私にとって必要なことではありませんしかし分かりました外に行ってみましょう 気分転換に行くのですから私のことはエイと呼んでくれて構いませんよ堅苦しい呼び方はあまり好きではないのでえっでもオイラたちの目の前にいるのはエイの意識だろもちろん方法はあります自分で自分を監禁するような真似はしませんおあ、じゃあもう心配…ガイド 何ですか、それは今の稲妻で何が美味しくて何が面白いかオイラたちが紹介してやるってことだ木に懐かしい匂いが漂ってますね足元にもしっかりとした感触が気分転換とは言いましたがどのようなところに行けばいいのでしょうまずは城内で一番賑やかなところに行こう um <laughs> ここが今の市場ですか記憶にあったものとはだいぶかけ離れていますね町の店も商売をしている人もあの当時とは全く違います将軍様どうして将軍様がここに将軍様は病気じゃ どうやらここの人たちを驚かせてしまったようです将軍様が急に現れたら驚くのも無理はないな町の見回りは遠慮奉行の仕事となります将軍が処理すべき情報や下すべき指示はとても多いため 自ら出向く時間がないのですそれに将軍は休息がいりませんので暇つぶしや気分転換をする必要もありませんなあどうする一旦ここを離れて騒ぎが収まった頃にこっそり戻ってくるかどうしてですか私は何も面倒を起こしに来たわけではありません 気にする必要はありませんよ心配してるのはここにいる一般の人たちの方なんだけどまあいいか今も民たちは交渉にモラを使っているんですよねおおこれは今も昔と同じだキラキラしてて魅了されるようなえ待てよまさか えいもモラがないってことはないよなもちろん持っていませんよ一心浄土では需要がありませんので何か品物が必要な場合は奉行衆に送ってもらえばいいのですからしかしどうして私もなんでしょう皆さん 規律正しく過ごしているようであなたの言ったにぎやかが全く感じられませんおやここの屋台は何を売っているのでしょうか将軍様の前でにぎやかになれないよな見たことのないものですねまさか将軍様だったなんてどうしよう緊張する。 将軍様、これは失礼いたしました。いいえ、そうかしこまらず。本日は気分転換に来ましたので、少し見るだけです。あなたの売っているものを私に教えていただけますかもちろんです。僕がここで売っているのは食べ物です。たこ焼き、団子、それと、えっと、牛乳とか。 ああこの中に牛乳が混じってるなんてなんか変だなあ,あなたの感じ取った変は「変」は僕がわざとつけた特色なんです城には悠久の歴史を持つ老舗がたくさんあって僕が何を売ろうとそれらにはかないませんですので僕は目新しい組み合わせを作りお客さんに新鮮な体験をしてもらおうと決めたんです例えば 僕が最近開発した団子牛乳団子を練りつぶして牛乳によく溶け込ませたものです味もさることながら全く新しい奇妙な食感も楽しめますよ団子に牛乳うーん聞いたことがありませんね申し訳ございません将軍様決して永遠に意見があるわけではありませんかしこまらないでと言ったはずです そんなに恐れをののく必要はないんですよ私の追い求める永遠が団子と牛乳によって揺るがされるものではないでしょでなんだか噂に聞いた将軍様と少し違うような実は僕も思いついたのは偶然でしたある日友達がお客さんのおもてなしをする際団子を作りすぎてしまったらしく食べきれないからと僕にくれたんです しかし僕にとってもその量は多くでちょうどその時僕の店でも牛乳が売れ残っていることに気づきましたそしてそこで試しに2つのものを混ぜてみたところちょうどいい塩梅で混ぜることで意外にも美味しいことが分かりまして偶然からなるものあ、<laughs> 面白いですね私にも一杯いただけますか将軍様にご興味を持っていただけるなんて はい、もちろんですあなた方もいっぱいどうぞ甘くておいしいですそれともっちりとした食感も不思議な飲み心地ですねそうだな飲み物はをんでるのになんか食べてる感じだおかゆみたいな 全く同じとは言えませんがどうであれ好みの味ですありがとうございますこんなに美味しい団子牛乳さぞ売れ行きもいいのでしょういえその実は売り上げは全然えっよくないんですかどうして その、実際に飲んでくれた人の評価は結構いいんですがほとんどの人がこの組み合わせをおかしいと思っているようで口にすらしてくれないのですあ別に将軍様の感覚がおかしいということではないですお気を悪くしないでくださいそうでしたかそれなら簡単ですシャブ業の人に何百杯か購入してもらい一人一人に配ってもらえばいいでしょう いえいえいえ将軍様それはいくらなんでもやりすぎかとやりすぎですか皆さんにも試してもらいたいと思っただけですが団子牛乳を飲んだことがないというのは非常にもったいないことかとそれは至極当然なことです 人間は皆甘いものが好きだと聞きました私が甘味を食べることもおかしなことではないでしょミコもそう言っていました、はあやはり甘味は気分を良くしてくれますねそういえば以前ミコが言っていたのですが八重堂を立ち上げて 娯楽小説を売っているとかなんとかそれでいつも私に自慢していたのですが私にはそれがどんなものなのかすらわかりませんいいぞいろんなものを見てみようちょ、えー、将軍様将軍様直々に。<music> いや江戸にいらっしゃるなんて何か重大な伝達事項でもい,いえそんなにかしこまらずただ見に来ただけです申し訳ございません何のことかさっぱり管理方面のことでしょうかそれとも出版規範もしくは消防問題など

同じものばかりでは意味がありません安心してください文字で書かれた物語である限り理解できないということはありませんよそれはそうですが大丈夫だ理解できなくてもおいらたちが将軍に説明してやるぞわかりましたでは最近の話題作が置かれているあちらの本棚までどうぞ 中にはこの小説はすごいの受賞作品もありますつい最近その作品まあそこまで深く考えず楽しんでいってくださいわかりましたでは行きましょう,うどういうことでしょう私が甘く見ていたのでしょうか 本に書かれた文字や単語はわかるのにつなげて読むと意味が理解できません例えばこの「天聖ヒルチャール夕暮れの実を食べ続けたら最強になった剣」について名前が長いですねヒルチャール は本当に夕暮れの実を食べて強くなれるのでしょうか少なくともお肉を食べる必要があるはずこれはこの本の設定だぞ設定とは設定は何に使われるのですか事実を書いた物語に信憑性はあるのでしょうか それにヒルチャールは物語を書く能力がないはず作者がヒルチャールの生活を記録しているのでしょうかぐい何で黒田があんなことを前もって言ったのか分かったような気がするあこうしようオイラたち二人が分かりやすい小説分かりました 私はいろいろな本を読んできたつもりでしたがこのようですが期待はしていますミコらしさが伝わってくるきっと面白いものだと思いますからじゃあオイラたちに任せろちょっと待っててくれよな結構難しいと思うけどとりあえず見てみよう 見ただけだけけどこの女の子は小さい頃から主人公のことが好きで自分の全てを捧げてたみたいだぞそうだなお説つらしい物語は結構面白そうだけど。 ななやつだなどうして娯楽小説作家にこだそんなにすごいんなら部の道で楽々1位になれるだろそれもそうだな願いを最後まで 題材まであるのかこの物語はエイに聞かせない方がいいと思うぞ作者が責任を問われるかもしれないもし誰かがオイラになってオイラがやらないようなやっと読み終わったな <laughs> 頑張ってエイに聞かせてやろうあの顔からして いい物語に出会えたみたいですね今のリーゆえに暮らすもそれに対して主人公は自らの才能を直視したくないようですがまれに見る正義感の持ち主でもありますね今はどこにいるのでしょう稲妻へ来るつもりはありますでしょうか ぜひ奉行衆に彼を招いてもらい彼と一勝負してみたいものですこれは架空の人物だから現実には存在しないぞそれよりも注目すべきなのは悪役の方だろああいう悪役あの愚かな人たちのことですね悪者であれば最後に裁きを受けるのも自業自得でしょう どうやらエイは脇役エイは八重堂のオイラたちの選んだもの具体的な内容よりも物語から感じ取れたのは私が一心浄土に長く居座ると決めた頃は将軍は私の意志に従い永遠の国を作ろうと最善を尽くしましたこの句ですが今食べ物も物語もすでに だいぶ違ったものになっていますその考えには同意できませんもししかし事実が目の前にある今その現状に異を唱えるわけにはいきませんお前に新しい考えを持ってもらおうって考えたからこそ外に誘ったんだ意欲とは違うものみたいだけど。 みんな今の生活を楽しんでるこれはきっと間違いじゃないはずだろええその通りですね私は変化の一切に慎重な態度でいましたが永遠を追い求めたいと思ったのは決して人類の進歩を止めようとしたからではありませんあなたたちの誘いを受けて本当に良かったです こうして外に出られてたくさんの収穫を得られましたあそれはあなたがこういうことに慣れているからですよ私たたくさんのことを拝見したくさんのことを考えられましたいくら褒めたたえてもいくら振り返っても足りないほどですそうだなエ画が楽しい。撮影 大丈夫だオイラたちにつそのお前のために写真を残すんだ具体的な操作はオイラたちに任せろお前はそこに立ってポーズをとるだけでいいぞ簡単に言うと写真は今この瞬間のお前を記録することができるんだ何かの記念に残すにはぴったりだぞ ポーズを取るとはどういうことでしょうなるほど。つまり、あなたたちに向かって見栄えのある格好を取ればいいのですね。よく考えると、なんだか恥ずかしいですね。どうすればいいのでしょうか。何か私に案をください。見栄えするものがいいですが、大げさすぎるのは避けていただけると。 こうでしょうかわかりましたここはあなたが決めてください気楽ならこうでしょうか片肘をはいいい角度を決めて <laughs> たぞほらこれがさっきお前のこれは不思議ですね口術の一種でしょうかこの中にもう一人の私を複製したのですかしかし動かないみたいですね話もできないようです先ほどまで体がこわばっていて あままりよく撮れてていいいないと思っていましたが今見てみると想像よりもだいぶ自然な感じで撮れているように思えてきました全く同じ姿勢でそして背後の風景も一体どういう仕組みなのでしょうそれがこいつのすごいところなんだ少々お待ちを。 まだ原理を理解することができていませんもつまりこの中にいるのは私ではない私ではないのならどうして私と全く同じ姿なのでしょうそしてもこれはオイラの回答能力を超える質問だそうだぞもちろんです 今まで稲妻の管理を他の人に任せようと思ったことはありませんじゃあ今のお前は何なんだそれを言うなら私は私です疑いのい私のそなんだか分かってきたような気がします私は私であり一人しかいませんが無数の形で存在することができるのですね 例えば将軍は私の存在する形の一種であり彼女が私であるかどうかという問題は決して彼女の体にある部品によって決まることではありませんということならこの写真もお前の存在する形の一種だなええ永遠を追い求める私でさえも存在の形が変わりそうであれば 一体どうして稲妻にそして稲妻で生きる一人一人の方に不変を要求できるというのでしょう今回あなたたちとの旅で見たものは全て私の認識外にあるものでしたはあお恥ずかしい一面を見られてしまいましたね あなた,たちにはわからないと思いますがこれらは私の認識に大きな衝撃を与えたのですよもし今回見聞きしたもので定義するのなら今の稲妻は私の印象とは大きくかけ離れたものになっていますですが決してそのような理由で今の稲妻が稲妻ではないと 否定してはなりませんメガリレー千寿百目心臓これらはすべて永遠に追い求めるために生まれたものもし私自身が永遠に近づいていたらこのようなことは起きなかったでしょうあ <laughs> はすべてをきつく縛り付けすぎていたのでしょうか 分かったみたいだな今回のオイラのガイドすごく価値のあるものになったみたいだ鎌地様鎌地様おなんか舌が騒がしいな立兵みたいだどうし天領奉行の人ですそうみたいだ ねえ何かあったのかああなた達でしたか僕はえええー、しょ将軍様九条かまじ坊っちゃんに会いにいらしたのでしょうか申し訳ございませんかまじ様はまだお帰りになっていませんもしよければわたくしめが代わりにことづかりましょうかそうかしこまらずここへ来たのは用件があったからではなくあなたの慌てた声が聞こえたからですはい 実は鎌倉様が交渉に行ったっきり返っ鎌倉様は普段外でブラブラしたまま帰ってこないことがしばしばありますんですが九条鎌倉はい申し訳ございません当主は病を抱え若旦那は長年不天領奉行が混乱に陥っていることは私も噂に聞きましたそのことが九条鎌倉と関係があるのですか申し訳ございません将軍様 それも九条家の失態です。九条家の名誉が大きく傷つき、勢力が衰退し、将軍様はえっと、天領奉行の今後の取りですので、鎌マ様は、高塚崎にこの状況を仕切ってもらおうと交渉に行ったのです。だったら、奉行所で交渉してるはずだ。どうしてこんなところで探してるんだああ、いえ。 今回の会合場所は特別なところでして僕も戸惑っていたところなんです場所は鳴上大社近くにある山の上で高う、聞き覚えのある名です長きにわたり九条家の補佐を務めていたはずですがはいそうなんですだからこそ鎌地様は交渉に行きましたしかし城内をくまなく探したんですがまだ帰ってきてないとなると そうですね。僕もその可能性を考えました。ですが、いえ僕の考えすぎの可能性もあります。僕は、カマジ様の付き人ですが、幼い頃か僕は、あの方のように賢くはないので、手助けはほとんどできません。うん。直接、出向いてみましょう私の身分であれば、交渉の邪魔をして、それに元はと言えば、私が早急な決断を出せなかったのが原因このことは、 ありがとうございます。ではその会合場所を知るし一般的には山奥にこのような建物を建てる理由はないはずですこの地に属さない気配を感じました危険な気配です<え>用心して進みましょう将軍様 将軍様がどうして今の状況を私に話してください私たちはただ近頃天領奉行で起きたことについて話し合いそのためだけにこのような人里離れた場所でそれは近頃の混乱のせいで黙りなさい九条家の子息説明をはいもともと交渉が目的できたのですが彼らが欲したのは罪を認めはい 九条家がメガリレーで犯したもろもろの罪や近頃起きた様々な失態など事実を述べているだけで確かに捏造ではないでしょうしかしその中には高塚酒の功績がた々記されてありました高塚酒は危機に陥っても混乱することなく必死に形勢を変えようとしたとしかし何を言う貴様事実を述べたまで 判断は将軍様が下してくれるでしょう高塚佐家は自らの印象を良くしようと捜査し九条家にとって変わろうとしているだけにすぎませんそうでなければどうして先の書面にありもしない功績を強調して書いたのでしょうそしてこのように軟禁する形で僕に署名を強制させるのでしょう何を言ってる 誰が貴様なんかを…状況は概ね理解しこの赤像のザレごとに耳を傾けないでください将軍様も知っての通り九条家は以前大きな…あなたたちの論争に興味はありませんしかし、高塚崎の跡取りあなたは天領奉行の地位を得たいと思っている間違いないですねえっと… それは、うん、はいちょそうであればわざわざこんなことをする必要はありません天領奉行を任命するのは私です決闘で私に勝った者に新たな天領奉行の座を与えましょうああ将軍様と決闘 初代天領奉行は小野が手に握った刀を用いて彼の意思を私に証明しましたそれがあったからこそ今の九条家まで受け継がれてきたのです私に新たな名を認めさせようとするならば当然それ相応の試練を受ける必要があります女<ー>まさか 剣術の心得がないとでも、それとも年をとって自信をなくしているのですか私のためと口にしておきながら私の刀と相対するのが怖いと <laughs> そうですかではあなたたちは高司でも何でも私に勝てれば新たな天領奉行と認めましょう。 <laughs> 私の前に立つ勇気のある者は一人もいないのですか <laughs> <laughs> 僕に挑戦させてください将軍様 <laughs> <laughs> 九条家の子息残念ながらあなたが私に勝っても。 九条家の犯した過ちが帳消しになることはありませんいえ勝算があるとは思っていませんそれに当主があんな過ちを犯してしまったんです九条家が天領奉行を受け継いでいくのも終わって当然だと僕は思いますメガリレーを執行していた時僕は父の考え方に疑問を抱いていました自分のしていることが間違っていることも 自覚し,ていたんですしかしどんなに疑いや反省を繰り返してもたとえ全てを理解していても行動には移せませんでした、まあ、今の九条家の没落はそんな僕への罰なのでしょう僕は何もできなかったんじゃなく何もしなかったんです少々残酷ですがあなたの力では。 どちらにししても何も何でできませんでしたよはい僕の力はビビたるものです父は話を聞いてくれず兄も僕を手伝えない一平に叱られることもしばしばありましたずっとずっとそうだったんですしかし少なくとも今は九条家が最後を迎えようとしている時である今は僕が九条家の名代なんです よって父と同じ責務を果たします将軍様の言った通り僕の祖先は刀で自身の意思を証明しましたでは僕にもこの九条かまじにも同じ形で終わらせてくださいこれが僕に残された何かできる最後の機会なんです明らかに意味のないことです しかし受け入れましょう<ペー>不条家の誇りは「ゆに始まり「宙」を掲げ「生死」を超える。 あなたの刀がそののが、そ重みに耐えられまますすかお指導のほどお願いしますはっっっやあ Merci. これが永遠の中にある変数ですしかしその誇りまだその地に残っていたようですね九条鎌倉は傷を負いました高塚さんの跡取り面倒を見てやってください挑戦する勇気がなくともこのような雑務はこなせるでしょう はあ、返す言葉もございません今の九条家では対局に耐えることはできないでしょうこのことは以前から聞いていましたもともと天領奉行の後継者を探すのは確かに急を要することしかしこの決闘を経て九条家の処置はしばらく保留することにしましたこれから高塚佐家は 以前と同じように九条家に助力していってください。将軍様の仰せのままに忠誠を誓います。もしあなたたちがまだファディのやり方に従い誤った情報で私に間違った判断をさせようと考えていたら私は今日と同じように再び出向くでしょう。その時は私の刀に容赦はないことを。 はあ、感謝いたします将軍様もう結構ですその他の調査は奥詰集に任せますあなたたちは私と共に来てください静映が物事を処理するときやっぱり将軍って感じがしてそうですか 自分では結構融通が利くようになったと思いますが将軍であればきっと容赦なく九条鎌を斬っていただでしょう彼はあのようになる覚悟ができていましたあの目を見ればわかります九条家には栄光から衰退へと確かに想像を絶するほど大きな変化が起きました 九条鎌倉は優秀な後継者ではありませんでしたが彼はそんな巨大な変化の中私に変わらないものを見せてくれましたこれはあなたたちのおかげでもあります町の散歩あなたたちがくれた写真これからの九条家はどうなるんだ まだそれはやはり不可能でしょうあの後継者に光るものがあるとはいえしかしもう少し時間を与えましょう何せ過ちを犯したのは彼らだけではないのですから将軍は間違いを犯さない犯してはいけないものしかしこれからの日々 考えるるべきことがたくさんあるでしょうしかし少なくともそれはやはり将軍に任せるでしょう最も,も永遠を脅かすのは時間がもたらす魔耗ですから将軍には自己保護の機能があると言いましたよねそれは私が時間と共に変化してしまうことを予想ですがまとまった考えについてはどんなに困難でも。 やり遂げようと思います、うん <laughs> 確かにこの一時は記念しておく価値のあるものですねそうだな天領奉行のことも解決したし城内の人も健康な将軍の姿が見れたこれで悪い噂とかも自然に消えるはずだ もし外を回るのが気に入ったのならまたお前を誘いに来るよいいえ結構ですそれに私に付き添いが必要みたいに言わないでくださいでは私は西洋はまだしばらく続きますがあまり長くはならないでしょうあまり重要でないことはあなた達た人間に任せるとします

堂々たる将軍様が田舎から来た素朴な娘のように城内で買い物をするとはこの目で見られなかったのがまことに惜しまれるいいんじゃあんじゃがなんじらの話によればあやつは永遠のあり方について少しだけ触れることができたようじゃなそれが一番重要な収穫じゃ実を言うと ランジラに通行証を渡した時はここまでの進展があるとは思わなかったおおもうすべてが止まることを強制することはよく言えば神の独りよがりな思い悪く言えば属性の七失踪でさえより強大な存在を前にした時 <laughs> とにかく話を聞くと今回の旅は愉快なものであったみたいじゃな 今度またあやつに会いたい時はわらわに通行証を借りに来るといい口では言わぬが実は結構な寂しがり屋なんじゃおえでもあやつは神じゃ神に付き添いが必要なわけではなく付き添いが贅沢すぎるんじゃじゃが汝はこの世界に属さぬものもしかすれば それが最良の選択となるじゃろう旅人、こここの前、渡墨島に来た時、ここ、あの時、お前はメカジキ2番隊の隊長、渡墨島も、き、えっと敵がこちらより多ければ、突破を求むべし、敵がこちらより少なければ、 干渉を求むべし海辺の敵輸送船あり船を燃やせば勝利をもたらさん五郎様結論は出ましたかああ三五宮様の残した虎の巻をもとに推測するとは アデュイの船が二手に分かれよう一体が奴らの注意を引きもう一体がその隙に後ろから回り込んで奴らの船を燃やすそうすればきっと奴らも逃げられまいいやしかし三の宮様は兵力が不足している状況では兵を分断するなとも言っていたつけ入る隙を与え総崩れを招いてしまうと。 では救援を呼びましょうかそれでは間に合わない奴らの動向を見るにもうここを離れる準備が済んでいるだろう三の宮様の虎の巻には外での作戦は急ぐべからずとも書かれてあった兵力が足りない以上ではあいつらをこのまま逃すというのですか実は三の宮様の虎の巻にはもう一言書いてある 窮地に陥りしとき援軍が現れるだがいまいち意味がわからない援軍とは一体ボローここで何やってんだ隊長渡ょワタツミ島に戻っていたんですか助かったやはり三五宮様の虎の巻きに間違いはなかったようだちょうどいい時に来てくれた 近頃ファデュイの残党どもに異常な動きが見られてなそれで今回だがこちらには兵を二手に分けられるような人数がいない分かったファデュイがまた何か悪さをしようとしてるのかもしれないおいらたちも放っておけないぜよしことは急を要する俺たちは後ろ油断するなよ俺たちも終わり次第すぐ戻る 軍のみんなはまだオイラたちのことを覚えてくれてたみたいだなお前がいなかったらあいつらを逃すところだったその手にあるのがココミの虎の巻なのかどれどれうわこんなに実はこれはまだ一部でしかないあと5冊もあるこんなにサンゴノミヤは。 あらゆる状況に応じた戦略を考えているそれにこれらは常備用の虎の巻だこの虎の巻のおかげで俺たちはあらゆる複雑な状況に対応できているこんなにたくさんの策どんだけ時間をかけてか隊長今回せっかく渡隅島に戻ってきたんですしもう一度メカジキ二番隊の指揮を取りませんか僕たちみんな隊長に戻ってきてほしいと思っているんです 今は平和な時期ですのでタイの数を減らして民のくら約半分の兵士は特別行動隊の編成を維持し各小隊のただ先日昔の同僚が家なんか建てるよりも前線で戦っていたいと文句を言っていたので平行軍のみんなはあっそういえばオイラたちがここに来たのはココミが祝賀会に誘ってくれたからなんだボロサンゴノミ様なら今は多分ボーロー村にいる。 あそこで何かあったらしい三五宮様がじきじきに対処しているそうだ俺たちもそろそろ離れようそうだもし道中で兵士たちを見かけたら注意深く観察しておいてくれ近頃兵士たちに落ち着きがない昔はみんな悩みがあれば俺に言っていたのになんであんなコソコソと何か言っ あなたのことは知っていますよあなたのおかげで自分はメカジキ二番隊の隊員ではありませんが両軍が退治する中人前卑部で何人もの幕府武士と戦っていましたよねかっこよかったです何か自分に手伝えることは何でもお手伝いします皆さんの落ち着きがない多分まだ戦争の影響が尾を引いているのでしょう戦場では犠牲になる可能性が常にあったので。 皆さんすごく気を張っていましたしそんな状況下で戦争がいきなり終わったため皆さんどうやって普通の生活に戻ったらいいのかわからないんですよ <laughs> ですので心配しなくても大丈夫です少し時間が経てば皆さん良くなると思いますよそれ以外だと自分には心当たりがありませんですが三五宮様がいる以上渡墨島に危険はないと自分はそう信じています それに今はあなたも戻ってきましたのでより安全かと何か必要なことがあればいつでも自分におっしゃってくださいすごく親切な人だはあええ最高だ。 んなんだか見慣れた顔がどこかで見たような誰だったか思い出せないだが敵じゃないようだな何か用かみんなに落ち着きがないとか全然そうは感じなかったが。 普段から他人と会話をするのが好きじゃないからかもな俺からすりゃあいつらはいつも騒がしいからさせっかくの平和なんだちゃんと味わっておかないとここで日向ぼっこして海風に吹かれる俺のやるべきことはそれだけさ悪いなお前たちの質問に答えられなくてうわもう眠っちゃいそうだった。 和平交渉に同意するなんて三五宮さまは一体何を考えてるんだああ天領奉行のやつらは全く信用できない本当か もちろん本当のことだ俺たちの仲間がファデュイと退治した時陰謀を企ててる奴らを見たそうだやっぱりそうだったのか天領奉行の奴らいまだに横島の心をし静かに誰か何を話してたんだ隊長戻っていたんですね さっきのこと隊長に言ってもいいやめておけこの人はサンゴノミに買われている人物だ彼女も和平交渉を隊長なら俺たちを理解してくれるはずだろいやその隊長の機関歓迎しますサンゴノミは村にいると思います隊長もそちらへ向かってはいかがでしょうおいなんかこそこそ何かを言ってたようなでも 渡辺島から仕入れた品物をこっそり天領奉行に渡してるんだろう。天領奉行の商人であるお前が渡辺島で商売してるなんてあえまいからおかしいと思ってたんだ今回こそは言い逃れできまいご、誤解です誤解何を今さらやはり お前が渡辺島で商売することに同意するんじゃなかったぜ連れてけお待ちをここ,みここにいたのか何か揉め事みたいだぞ事情を聞いてくれサンゴノミヤ様この商人が怪し私どもの調べによれば彼は長期的に商品を仕入れているのですがそれらを売っていないようです 違いますそこまで皆さん冷静に私と一緒に深呼吸しましょう、はあ、少しは落ち着きましたか松田内村渡隅島の安全を心配する気持ちは私も理解していますよですがその前にこちらの商人さんが過ちを犯したかどうかにかかわらず少なくとも 弁解すするる機会を与えるべきでではないですか過ちを犯せば罰を受けるのは当然しかしそうでなければ冤罪を着せるわけにはいきません渡辺島で行われる物事は主観的な判断ではなく全て事実に基づくものでなくては商人さん私の部下が品物のことについて疑問を抱いています そのことについて説明をなさってから私が判断を下すというのはいかがでしょうかはいもちろん渡たつみで商売を始めてから確かに在庫を多数抱えていましたもう少ししかしそんなとき入れた品物をファデュイに奪われてしまったんです私が何をしたというのでしょう品物が奪われた上にあなたたちに尋問までされるなんてうん それが本当かどうかなんてわからないだろうだとしてもファデュイそれに天領奉行とファデュイは結託してるえ天領奉行がファデュイと結託それはどこからの情報ですか私は何も知りません俺に結戦争はもう終わったのに天領奉行がまだファデュイと結託してるのかお,ーおいオイラたちこの前 九条家の名代にあったんだこういうことをするような人じゃなかったと思うぞでもここに来るまで確かに兵士たちがこのことについて話してたな確かにそのような報告を聞きましたもう少し経てば私たちと天領奉行の和平交渉の日になります今私と九条さらがそれぞれ自衛を引きしかしそのような大事な時期に とある噂を耳にしました九条家がいまだにファデュイと結託しており渡隅島を壊滅させようと企んでいるともしそれが本当なら交渉は罠である可能性がそして上里家もそれに関わっているかもしれません商人さんあなたの品物は本当にファデュイに奪われたのですか本当です嘘はついていません ファデュイは私の品物を奪ってあちらの方に行きましたわかりました容易ならぬ事態です私たちがあなたの品物を取り戻しましょううまくいっもし本当にファデュイと天領奉行の結託を証明するような事態が起きた場合あなたには調査に協力してもらう必要がありますよろ異論ありません 産後の宮様が直々にお手伝いをしてくださるなんてなんとお礼を申せば松田内村あなた三の宮様の仰せのままによろしい旅人いえメカジキ正隊二番隊隊長私と共にこのことについて調査していただけますか <laughs> そうかしこまらずこれから何があろうとそれに あなたもずっとわたつみ島にとどまるわけにはいかないでしょうお互いに肩書きの違いはあれど少なくとも友達のように振る舞いませんかファデュイから品物を探し出せたら町人の言っていたファデュイの拠点を置いてあるものを見たところここはもともとヒルチャールの拠点だったのでしょう それがなぜかファデューに占拠されてしまっていますうわすごく守りが堅そうだオイラち、本当に入れるのか力ずくで突破するのは難しいかとですが問題ありませんここは私たちにとって有利な地形ですそれに私たちがいることも相手に露見していません敵は名所こちらは暗所 某を張り巡らすのに絶好の機会です私の考えでは3つの策があります1つ金属金王稲妻に残っているファディの勢力は微々たるものですその多くは敗れた残党高所から飛び降り敵の大将を仕留めることができれば増票を打たずとも勝利を得られるでしょう二つ 虎の胃を狩るあちらをご覧ください火薬樽が積まれています彼らが気づかないうちに火薬を起爆できれば大打撃を与えることができます不意を突かれた相手は確実に動揺し戦力も大幅に低下するでしょうそして最後血のりを生かすことここは海の近く水気に覆われています 周囲の水蒸気を集めあなたの雷で麻痺させることができますさすがココミこんなに早く策をこの3つの策にある大きな地情報から飛び降り拠点を奇襲する爆発で相手の人員を瞬時に減らせば正面からの戦いを避けられるでしょうそして地のりを生かすには着実に戦いを繰り広げる必要があるため自給っ。<laughs> さすがメカジキにこの戦術を選んだからには共に戦いましょう私は武闘派ではありませんがある程度の支援はできます彼らをいち早く倒し商人の品物を取り戻しましょうい雨描き形五感扇 おとなしく仕上がるこれ風邪ひくなよおとなしく敵の対象をやっつけましたね今が追い打ちをかける絶好の機会です れこの瞬間、お前は永遠を手にするおとなしく仕上がれ、うん、は海の千切りよ、騒乱の憩いこ,いこの剣はわかるかい歌いを認識これすまんすまん お見事ですえ <laughs> ここが考えてくれたどんな戦術であろうと最終的には誰かが実行しなければなりませんこれまで勝利を収めてきた戦いにおいて大事だったのは私一人の力などではなく皆さんの努力なんですそうだなおいらもすっごく貢献したもんなおい ですが、まさかファデュイがヒルチャールの拠点に潜みこれほど長くここで陣取っていたとは彼らの目的は何なのでしょうまさか本当に兵士たちの言っていたように天領奉行と結託をこの拠点を詳しく調査しましょうあの商人が嘘をついていないのでしたら品物はここにあるはずです おあたりを見てみようぜこれはファデュイがためてた食料もう腐ってるみたいだぞこれ探してた品物じゃないか中にいろんなものがあるぞ天領奉行の印が入ったものもあるこれで間違いないみたいだなうわこれって全部爆弾を 大量だぞんすぎるココミに一言伝えてオイラちで全部処理しちゃおうぜココミココミ当人の品物を見つけ出したぞはい、いいえ少し気が散っていただけです 見せてくださいはい確かに商人さんが落としたもので間違いないようですね食料薬剤農業用具全て戦後に必須となるものばかりきっとこれらを蓄えておいて後々いい値段で売りたかったのでしょうしかし天領奉行ではこれらのものが不足していないはず。 彼が天領奉行に密輸しているとは考えにくいですね大方儲けを出そうとした一階の商人でしょう松田と内村が言っていたほど大げさなことではありませんあでもこのまま品物を返すのか安心してください最新の戦後臨時法令の中ですでに必需品の値段上限を設けていますこれらのものもは 最終的に適切な値段で人々の手に渡ることでしょう彼がもう少し早く法令を見ていればこのようなさおお<ー>大げさです現に天領奉行とファデュイが結託している噂について私には皆目見当もつきませんしかもちょうどエネルギーがーい,いえ早く祝賀会はもうすぐ始まりますこのようなおお オイラたちも平和なわそれは私のありがとうございますサンゴどうですかふん、<laughs> どうだかとっくにファデュイと話をつけてた可能性もあるかもしれないだろうファデュイの拠点で得た情報から見て彼は確かにファデュイのやり方を考えれば何か証拠を残しているはずですのでしかししかしも何もありません し申し訳ご軽率でした。ふ <laughs> 日頃から仕事をまともにしていない間抜け商人さん、それを言うのはまだお早いかと。潔白を証明したとはいえ、わざと必需品を買いだめすることは今の精霊によって罰せられる行為となっています。これらを自分の品物だと認めた。以上、私たちもそれ相応の対処をしなければなりません。 適正価格での販売に加え罰金も課しますちょちょっとお待ちをもちろん違いますよ私は渡ミ島の荒人神の巫女新生出罰の理念に従うのみ功績ある者は召し罪ある者は罰する汚名を晴らした後は自身の行為に対して代価を払う番ですク ほら、連れてくぞサンゴノミ様この者のが天領奉行の印があるものは彼ので間違いないでしょうしかし他の品物を見るとそうではないようです特にええ大方ファデュイがよそから奪ったものも混じっているのでしょう他の品物については持ち主を探しておいてくださいじあなた達たにはいえしかしサンゴノミ様証拠をつかむことはできませんでしたが 天領奉行とファデュイの結託は私たちの仲間がこの目で見たことです和平交渉について今一度わかりましたしっかりとこ私はこれら神社関連のものをもっ <music> 渡墨島の風土と人情は他の島々とは少々違ったものです慣れていただけるといいのですが この村私もだいぶ長いこと来ていませんでした近頃は処理すべきことがあまりにも多く今度機会がありましたらあなたを渡墨島のかつての神社へ連れて行ってあげますね実は最初 渡津島その場所とは渡ミ島の七天神像の近くですですがあの人たちが振り落とされ渡ミ島を守護する魔人が切られたことでかつての神社は放棄されたのですその頃より渡ミ島と幕府の関係は微妙なものとなり互いの偏見はより深まっていきました今回の和平交渉において 私もこの問題を天領奉行ときちんと話し合いするつもりでした。怨嗟というのはいつか必ず解決しなければならないものですので。産後の宮様本日はどのような要件で、ここへなんだか顔色が以前に比べて良くない気がします。自分をいたわることをお忘れなきよ。あなたは、はい。ご安心を。産後の宮様。 どうか今一度お考えを幕府軍とは長くに渡り戦ってきましたこのままは彼らと和解したらかつて我々を守護してくださった魔人の死が無駄になってしまいますおいおいいい加減にしろっていつの時代の話をしてるんだ戦争は終わったんだ安心した暮らしができればいいじゃないか それはもちろんわかるじゃあが安心してくださいこのことは再度かよかったです <laughs> あら、サンゴノ様こんなところで会うなんて思ってもいませんでした私の娘、今年巫女選抜に参加することになったんです あの子が三五宮宮様はお優しいのできっとよくしてくれますから機会があれば三五宮様にご教授してもらいなさいっていつも娘に言ってるんですがほら三五宮様ってお若いのにすでに人との接し方を心得ていて聡明でいらっしゃるでしょう,うちの娘もずっと三五宮様をお手本にしているんですよ。 彼女がサンゴノミおきますねサンゴ宮様、やっと会えました今年の農作物の生産量が減少した問題についてご報告したいんですがサンゴノミアこちらはメカジキ2番隊の隊長ですよね彼女はこれからもワタツミ島に残るのでしょうかサンゴノミア 皆さん落ち着いてくださいすべてお聞きしますのでですが時間のかかる問題は報告書にまとめて産後の宮まで届けてください時間の空いた時にきちんと処理します大丈夫ですか <laughs> どうやらあなたは このような場面に慣れているようですね。三護の宮様、ここにいらしたのですね。報告したいことが、祭礼用の道具がなかなか届かず、何者かに奪われたのではないかと思っているのですが。それならもうすでに取り戻しました。ご心配なく。そうだったんですか。さすが三護の宮様です。 それとここ最近の公文書を簡単にまとめて産後宮さ様の机に置いておきましたまた予定ですとこのあとより繊維産業の発展に関する会議があります予定いはい遠くからいらしたお二方が分かりました今日はあなたに渡墨島を紹介しようと思って明日産後宮の門の前で会いましょうそれから ともに祝賀会の準備を祝賀会おいしいもんがいっぱいあるかな <laughs> もちろんありますよ渡津美島の特産を使った美食あなたたちにも味わってもらいたいものですやったーまた明日はいおこみはまだ来てないのか おかしいなあ。ここみは。はあ、なんで、まだ来ないんだろうか。あそこの兵士に聞いてみよう。産後の宮様に会いたい。ここにはいないよ。俺も産後の宮様がどこにいるのかわからない。 そ、ね、んないや,いや諦めるのはまだ早い確か産後の宮様が残した常備用の虎の巻にこの状況を打破する解決策があったはずだ確か第98条「私の不在時遠方より訪れし客を南へ導き 紫の葉が茂る木のそばへそれに注意書きも単後の宮様が理由を残さず不在の時そして客人の身分が特別な場合にのみ適用されるとお二人は遠くから来たお客さんだったねこの虎の巻に間違いはないはずだ。 ここみは本当にあらゆる状況をか本当にここかなんだかどんどん遠くなってる気がするぞあっあの木ここみの虎の巻に書いてあったやつに似てないかあそこから中に入れるみたいだ行ってみようここみここにいたのか 今日一緒に祝賀会の準備をする約束してたよなああなたたちですすみません病病気か待てろい,いえ一時的にエネルギーい,いえただの比喩にすぎませんお恥ずかしながらあのような万能な姿をずっと維持することはできないのですえ気づいていたのですかどうやら実は 私は人の上に立つのがあまり得意ではないのですもともと私は英学を学んで幕僚になるのが夢でした他人と会話し気を配り顔色を伺かがい利益を分配する私にとってどれも非常に大変なことです他の人を満足させるだけでなく彼らに畏敬の念を抱かせるのは私の得意分野ではありません しかし血筋のせいで荒人神の巫女の地位は結局私のもとにやってきましたこのですので自分に限界が来たと仕事には影響しませんのでご心配なく祝賀会の準備はすでに他のものを手配しました今夜はまだ演説が一つ残っています兵士たちによくない印象を与えるわけにはいきません やっとのことで勝ち取った平和何かオイラたちこのまま放っておいてもエネルギーはゆっくりと回復していきますただ私の好きなへ学を聞かせていただけるとより早く回復できる気がします確かこの前半分まで読んだ本が一冊ありましたオイラたちがそれをここに読ませれば本当ですか ありがとうございます <laughs> やはり、あなたたちが渡津島に戻ってきてくれてうーん、休みの時もふーんとサンゴノミヤ… こんなにたくさんのことを処理しなきゃ早く平学の本を探してこれを見ろ今日はメカジキ2番隊隊長が戻ってきたエネルギープラス4。

ここみ,こどうしようここみ今夜は祝賀会があるしそれにもうじき和平交渉も本当にでも確かに疲れてるみたいだ災いを払い安寧を守る戦争は終わりましたあなたたちみっ あ、私、眠ってしまったのですかすっごく長い間寝てたぞそんなに長くこれほど安らかに眠ったのは久しぶりです少なくとも、えね、ありがとうございます私たちも、ここみがいつものじょどうやら、祝賀会の準備もそろそろ終わるようですね しかし宴が始まる前に私の方から簡単な演説をしなくてはなりませんわここみのエネルギー足りるかなご安心を全く問題ありませんあなた達たのよかった皆さんお疲れ様ですついに我々と幕府軍の戦争は終わり メガリレーの廃止も見届けることができました稲妻の未来がどうなるのか私には予測できませんしかし私は明日天領奉行と和平交渉を進め渡積島の平和のために最善を尽くします皆さんのご尽力があったからこそこのような困難な戦いに勝つことができました皆さんには感謝していますこの祝賀会は ここにいるすべての方に用意したものです苦労して勝ち取ったこの勝利をしっかりと楽しみましょう,う宴も順調で何の問題も起きなくて本当に良かった人は楽しい気持ちになると誰かに打ち明けたいという気持ちが高まる傾向にあるようです 私のためにもう少し情報を集めていただいてもよろしいでしょうか天領奉行とファデュイの結託についていまだに決め手となる証拠がありません明日の交渉で何か起きないか心配なのですわかったオイらとサンゴノミヤのおかげで 渡津島に今の平和がある最近俺たちにとって一番の出来事といえば海に出て魚を捕れるようになったことかな戦争をしてた時は海上に戦線がたくさんあったから近くで小魚やエビを捕ることしかできなかった収穫がほとんどない時もあってみんな腹を空かせてたよ子供がそれで泣いているのにどうすることもできなかった 毎晩、腹がうめき声を上げ眠ることもできずそのまま夜が明けたこともあるそれが今はようやく少しずつ良くなってきたんだ聞いたよメカジキ2番隊の隊長なんだってなこの戦いに勝つために手を貸してくれて本当にありがとうさっき取ったばかりのこの魚を君にあげよう受け取ってくれいやいや気にすんなって。 <laughs> いいんだ君がいなかったら俺たちはまだ腹をすかせてたかもしれない恩はしっかりと返すそう三の宮様に教えられてるんだ <laughs> 分かった寄ってらっしゃい見てらっしゃい 新鮮な果物と野菜どれもお肉のお供にぴったりだよ天領奉行とファディーが結託していることでも兵士たちがそわそわしているのは私も感じてたわあらあそこの兵士を見てここ最近あの人なんだかおかしいのよ大きな声を張り上げながら長槍をずっと振り回しててねはあせっかく戦争が終わったんだし 私が知ってるのはこれだけよもしきやっと お前って本当にせっかちだな <laughs> うわっんお前は確かメカジキ2番隊の隊長そうだったよな渡隅島に戻ってきてたのかてっきり正体を見捨てて一人で逃げたのかと思ったぜ。 フッ <laughs> どうだか平和やら安定やらみんなそんなことばっか口にしてるが抵抗軍にとって一番大事なことが何なのか忘れてないよそうだお前にまだ抗俺に勝ったらお前たちの質問に答えてやるういういなんかこの人とは会話がしずどうするやるのか 強いさすがお前にはまだ戦う意思が残っているようだもしかしたらメカジキ2番隊の隊長お <coughs> 天領奉行とファデイの結託は俺たちが流したガセだ 一歩間違えればまた天領奉行と戦争になっそうそれは平行渉ふん、<laughs> そんなことばかり考え天領奉行が考えを変えないと誰が保証できるライデン将軍がつ我々帝国軍に最も必要なのは戦う意志だ天領奉行とライデン将軍はお前もそう思うだろそれも一であるけど<ん> そうだぞそういった憶測のせいでガセ情報をでっち上げてたくさんの人が待ち望んだ平和をこ何も知らんくせに俺に説教するなお前らに何がわかる戦いに勝つため俺たちはずっと極限まで戦う意志を貫いてきた俺たちに武器を下ろさせ一般人のように生活しろと言われてもそんなことできるわけないだろあいつらの姿が脳裏に焼き付いて離れないんだ だからお前と俺たちは同志ではなかったようだこのことをサンゴロミア様に間に合わない <laughs> ううどうしよう研究時 とにかくそ天領奉行とファディの結託は和平交渉をめちゃくちゃにしてそうだったのですね大丈夫ですご心配をおかけしてしまいましたねこのことは私のせいでもあります私がもっと早く光膳が言っていた間に合わない何を指しているのかおおよその予想はつきます和平交渉は明日ですが 双方の自衛はすすででにに交渉地点に到着しし周囲のの安全を確認している状況です公然のような主戦派がそれら自衛に紛れて交渉の場を壊そうとしているのでしょうじゃあどうするんだよオイラたちがい,いえそれでは妥当性にかけます第一に私たちが新しい自衛を連れて中立地帯へ向かえばそれに主戦派の兵士たちが早々に計画を実行し 天領奉行の自衛を攻撃してせっ何よりこのことに参与している渡隅島の兵士の数がわからない以上人なんだか複雑だなご心配なくことが起きた以上兵士たちの考えは間違っているとはいえ全て彼らのせいということではありません明日まっ